は付き合っていた噂の YouTuber バンバンザイギシロナ。昔ギシは本気でミュウのことが好きであり告白した動画も投稿された。このためギシミュウがラブラブという認識の人が多いと思うが、ギシルの元カップル説の方が濃厚に。お蕎麦を食べに行こうって言って食べて美味しいねって言ってさ、イヤホンつけて携帯たのにさ YouTube 見てみて。他の人にそれできないから、ミュウに一人で特別だもん。そう、この動画とは別にギシが他の YouTuber とコラボした際、元カノと蕎麦食べに行った時、信頼してるからこそ携帯ばっか見てたと全く同じエピソードトークをしたことにより騒がれた。全然ありえる。きりたんぽギシ、ギシは彼女ができたと動画で公表し、最近サブチャンでコラボした女性クリエイターと付き合ったと発言。ギシだけですを確認したところ、最近コラボしてるのはきりたんぽのため、現在付き合ってることがわかる。ユウが仲町あや、すぐ別れた。トムダとユウタナエナの X で謎に絡んだり、インスタで同じ曲を載せたり同じ服を着たりといろいろ匂わせた。クラッシュボテ。